ートレース幕末の G1 全日本覇者決定戦開設63周年記念競争。梅雨の潤いで一段と鮮やかに SG ウィナー6人の花が咲きました。今夜は若松周年初制覇の栄誉をかけて12レース優勝戦が始まります。対戦メンバーは1号艇大阪の湯川浩二、2号艇岡山の吉田拓郎、3号艇福岡の篠崎元志、4号艇愛知の平本雅幸、5号艇大阪の田中慎一郎、6号艇大阪の松井茂、以上の6名です。どうやら枠なりとなりそう。人気の中心は1号艇湯川浩二、高愛称の若松で高モーター手に抜群の仕上がりを見せるシリーズリーダーです。イン1コース、2コースには2号艇吉田拓郎、準優はただ一人逃げて今年 G1 5回目の優出となりました。3コースには地元の期待を一身に担う3号艇篠崎元志、念願の地元記念タイトルは誰にも譲れません。4コース角市4号艇平本雅幸、今年はすでに G12 勝3つ目のタイトルへ。5コースに5号艇田中慎一郎、準優は強気の直まくり。さて優勝戦はどんな戦いを見せるのか。大外6コースに6号艇松井茂、 SG2 冠の若松、6枠でも存在感はたっぷりです。枠なりの3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。2号艇5号艇がわずかに覗いたスタートです。前提好スタートから1マークの攻防へ伸び返して逃げ体勢は1号艇の湯川、刺す2号艇の吉田、まくり出す3号艇の篠崎、バック側3号艇の篠崎に1号艇湯川が食い下がります。スタートは前提正常でした。3番1番のトップ争い、中間点では3号艇の篠崎平崎出しています。アウトから1号艇湯川、内を取っては4号艇平本が追走、2マーク3号艇の篠崎先に待ってきます。4号艇の平本、続いて刺してくる1号艇の湯川、先頭は3号艇の篠崎がわずかなリード、すぐ後ろ並んで追走する1号艇の湯川コーチと4号艇の平本雅幸。レースは2周目に入ります。先頭はじわりとリードを取っていく3号艇地元の篠崎元氏、2周の1マークをトップで割り、2番手争いから1号艇湯川先行、刺して4号艇の平本、2番手は1号艇の湯川がわずかに前ですが、うち踏ん張ります4号艇の平本、直線コースで再び並んでいます。4番1番2番手並走、その後ろは離されて6号艇松井、5号艇田中、2号艇吉田と続きます。2周に巻く先頭は3号艇篠崎、そして2番手争い4号艇平本、先に待って1号艇湯川は大きなスプラッシュ、2番手4号艇平本がリードを取りました。3番手に1号艇人気の湯川、上位3艇3番4番1番でレースは最終周回です。優勝戦3コースから見事なまくり出しで抜けたのは3号艇の篠崎元氏、最後の1マークトップでクリア。2番手に続く同期4号艇平本、3番手は1号艇の湯川、上位3艇3番4番1番で最後のバックストレッチです。3-4-1の組み合わせ、3連単の図 90.9 倍を示しています。ラストターンマーク先頭で回る3号艇篠崎、これが通算32回目 G1 は5回目、そして地元若松の周年初のタイトルとなります。 3-4-1 で優勝戦まもなくゴール。3番篠崎優勝五輪、4番平本五輪、1番湯川五輪、6番松井五輪、5番田中五輪、ラスト2番吉田五輪、以上優勝戦前提合輪しました。